越後交通長岡線。長岡線は、新潟県長岡市に本社を置く、越後交通が運行していた、三島郡越路町、玄長岡市の来合寺駅から、西長岡駅、大川津駅、現 JR 越後線寺泊駅を経由して、三島郡寺泊町、玄長岡市の寺泊駅、前室の玄、寺泊駅とは異なるまでを結んでいた、鉄道路線。合からは、 魚沼鉄道、後の国鉄魚沼線から続く形で、新魚沼鉄道として計画され、1914年、大正3年3月3日に、長岡市の木村松次郎の申請により、中間鉄道として設立した。同年8月7日に、長岡市の清水常桜が申請した長岡鉄道と、合併し社名を変更した。当初、 信濃川を渡り国鉄長岡駅へ接続する計画だったが、長大な鉄橋の建設費を確保、できずに挫折。そのため西長岡で大王寺川へ向かう線路と、寺泊川へ向かう線路がスイッチバックする線形となった。なお、長岡駅から座王、与いを経て、大川津で、越後鉄道、現 JR 越後線に接続し、寺泊へ至る、三国街道をたどる経路も候補に、 上がっていた路線の選定に関して、地元では鉄道により、薬病や犯罪がもたらされる迷信や、蒸気機関の売煙騒音等を危惧して、不設反対の動きが根強くあったため、与板以外は街中に不設できずほぼ全線が、田園地帯を走っていたと、鉄道機器施設により説明される。与板町内は、線路は街中を通っていたものの、 町中心部がすでに住宅地であったため、良い田駅の用地買収難航し、結局町外れに設置されたことで、利便性が悪かった。また、長岡鉄道の開業により、それまで旅客、貨物輸送の中心を担っていた品野川、黒川を利用した蒸気船等による船運は、衰退を余儀なされている。こうして1915年、大正4年10月7日良い田大河津。 寺止まり館が長岡鉄道として開業した。1916年、大正5年1月5日に長岡川田館が延伸開業。1921年、大正10年11月18日来号寺に長岡館、来号寺線が延伸開業し、全線開通を果たした。1928年、昭和3年には日本で初めてディーゼルカーを導入している。 沿線住民には超鉄の通称で親しまれていた。しかし、国鉄長岡駅への乗り入れがなく、非電化路線であることから、運行速度の遅い長岡鉄道は深刻な赤字に悩まされた。そのため1950年、昭和25年に、経営再建のために、衆議院議員であった田中角栄が社長に就任し、1951年、昭和26年により、 高速化のために前線電化が行われた。この成果により田中は当時旧新潟3区の中では疎遠であった三島郡を表現とすることに成功する。電化によりついた地数本であった本数も増発、高速化されたため、従来長岡市内への通勤、通学者は、当期間の下宿を余儀なくされていたが、数年して通うことが可能となった。夏になると、 寺泊方面に行く海水浴客で賑わい、客車もマッチ箱の愛称で親しまれていた。1960年、昭和35年長岡鉄道、栃尾鉄道、中越自動車の三社合併により越後交通となると長岡線と改称された。しかし長岡市中心部への接続がない当線は自家用車の普及や需要の減少により乗客数は減り続け、 1975年、昭和50年3月31日限りで旅客営業が廃止された。その後は貨物専業に転換、区間を縮小しながらも営業を続けたものの、こちらもすでに需要が頭打ちであった。そして1995年、平成7年3月31日限りで全線が廃止となった。鉱山、臨海臨港鉄道の類を除けば、 旅客営業の廃止後20年にわたり貨物営業のみが行われているのは日本では珍しい例である。また1960年昭和35年から1972年昭和47年においては西長岡駅より日産化学工業長岡工場専用線が存在していたが1972年昭和47年に工場閉鎖に伴い廃止された。 旅客営業廃止後も多くの区間で線路、河川は残され、地元ではいつかまた住さん、かつての社長である田中角栄が長鉄を走らせてくれると誠しやかな噂も流れた。実は撤去費用の問題ネックとなっていた。事実、越後交通側も廃線後数年間は路線復活を検討したこともあったが、結局コストや設備面、 そして採算性の問題で構想は立ち消えとなった。また、廃線跡をサイクリングロード化しようとする計画が周辺町村の間で登ったが、市町村合併に伴い計画自体は凍結されている。なお、沿線の旧市町村はいずれも長岡市に編入合併されている。廃線後、上代田・代田駅間は一部区間において線路、 河川柱等がそのまま残っていたが、2007年度、平成19年度中にすべて撤去され、さらちとなった。今後は遊歩道や、生活道路として整備中であり、一部観光している。また、図に示したように2018年4月現在では、越後交通が、長岡駅と、西長岡、関原、脇谷町、よいを結ぶ路線バス、及び、 長岡駅とよいた、大川津、JR 寺泊駅、寺泊を結ぶ路線バスを運行している。開業時に用意されたのは1915年、天野工場製の木製ボギー客車で、特三等号作り車2両と三等車、路1.2の4両。1918年には、東武鉄道に路1.2を譲渡し、同時に、東武鉄道より、木製二軸三等客車5両。 ハフ1.25.67を譲り受けた。その後の変遷1930年に特等廃止。記号番号変更3灯路を歯に変更。路線、車両に関するものを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。